まずは県予選で一番を取って全国で去年の成績を越したいので、チーム一丸となって戦いたいです。今自分たちは寮生活をしていて、親元から離れてきているので、プレーや試合に勝って、恩返しをしていきたいです。で、高萩市の皆さんに支えてもらっているので、全国に出て喜ばせてあげたいです。最近になってやっとみんなの本気度っていうか、こう目の色がすごく変わってきて、あのいい感じにこれからの残された時間でうまくやっていけるんじゃないかなと、そんな風に期待してます。連覇っていうことを達成できるのは唯一ここのチームだけなんですね。そういうプレッシャーもあるかと思うんですけど、それをぜひあの前向きな力に、ワクワクした気持ちに変えてもらって、あのいい形で、選手権予選迎えれたらなと思ってます。ワクワクビッグパワー選手権取るぞ、シェー、うわー、 うわー